トベアーティスト性配信ロゴ疑惑、開き直り、河川洲疑惑か、11月25日の生配信で真相を明らかに、芸能プロダクショントベ所属のアーティストたちが集結する YouTube 生配信番組、ドゥ u b i n が、11月25日19時から公式 X で開催されることが発表されました。一方で、この生配信に先立ち、番組ロゴについての、 パクリ疑惑が SNSA で浮上しています。飛べ所属アーティストのナンバー I 外前にもロゴの騒動に巻き込まれており、今回の疑惑が話題を呼んでいます。果たしてこれは開き直りなのか、それともセンス疑惑なのか、11月25日の生配信で真相が明らかになることでしょう。疑惑の発端、飛べアーティスト性配信番組ロゴがパクリとの声。 トベの YouTube 生配信番組、d o b a n の開催が公式 X で発表された直後、番組に関する興奮が SNS 上で高まっていました。しかし、その一方で、公式 X に掲載された番組ロゴに対するパクリ疑惑が噴出しました。疑惑の対象となったのは、番組名やロゴ。 配色が TBSK で以前に放送された人気番組、歌版に告示しているとの指摘でした。戸部所属のナンバーアイが以前にもザボナズトップのロゴ問題で話題になったばかりであり、再びパクリ疑惑が持ち上がる事態となりました。ナンバーアイの前例、ザボナズトップのロゴ問題。以前、ナンバーアイザボナズトップのロゴ問題で話題になりました。 劇事と指摘されたロゴに対し、双方の話し合いの結果、ナンバーアイは現行ロゴを変更せずに使用することが発表されました。この出来事が記憶に新しい中で、再びナンバーアイがロゴの疑惑に巻き込まれることで、ファンや視聴者の反応は注目されています。ファンの反応、開き直りとも取れるセンス疑惑。 SNS 上では疑惑に対するファンの反応が様々です。一部のファンは、これがアンチを逆手に取ったパロディーである可能性を指摘し、タッキーは天才だな、と肯定的に受け止める声もあります。しかし、一方で、マージセンス疑うし、全部パクリとかあり得るといった開き直りを感じさせる声も散見されます。 特に、ナンバー I のロゴ問題が直近にあったことから、センスに疑念を抱くファンも多く、疑惑の真相が注目されています。飛べの意図、パロディなのか、開き直りなのか。この番組ロゴの疑惑について、飛べや滝沢秀明の意図が不透明なままであり、真相が明らかになるのは11月25日の生配信まで待たねばなりません。 中井雅宏さんが以前マックを務めていた歌番になぜ関わる形跡が見られないかと期待するファンもおり匂わせが出てくれば、これが意図的なパロディーであると解釈されることでしょう。そのため番組当日の展開が注目されています。11月25日の生配信で真相が明らかに。 トベ所属アーティストの生配信番組トゥービーンが11月25日に行われる中、その番組ロゴに対するパクリ疑惑が SNS 上で騒がれています。トベは以前ナンバーアイガザボナズトップのロゴ問題で話題になったことがあり、再び疑惑が持ち上がる事態となりました。 ファンの間では、これが開き直りなのか、センス疑惑なのかについて議論が巻き起こっています。真相は番組当日に明らかになることでしょう。飛べの生配信がどのような展開を見せるのか、ファンたちの期待と注目が高まっています。